ポケモンに足元見られてるやついるってマジ？え、お前バッチ1個しかないから。ポちゃん？おや。エースの様子が！エース！お前。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかもうやばい。なんかあのさ、わかる、そうね、ぽったいしね、オッケー、かっこいい。いや、ようやくぽっちゃまの可愛さが分かってきたところに急にぽったいしきたから、そうね、ちょっと待って、ちょっと一回心落ち着かせるわ、マジで。ちょっと群れを作らずに一匹でいる、誰が、自分が一番偉いと、どのぽったいしを考えているよ。めんどくさい。いや、めんどくさいとか言っちゃいけないよね、ほんとに。はあ、でもさ、電光石火、え、な姫じゃなくて、え、ジャスティン、ちょっと待って。ねえ、かわいくなって。いや、でも四足歩行だから大丈夫、四足歩行系はだいたいかわいいからな、信じるぞジャスティン。いけ、女子高生に大人気の姿に。いや、大丈夫大丈夫、多分、何が大丈夫っていうか、ちょっと待って、やばい、動機止まんないわ。待って、頼む、いい感じ、いい感じになれ。なるほどね、ちょっと、まあ四足だけど、なんか、まあやっぱなんか、あの可愛い子って一回なんかね、あの崩れる。ちょっと待って、いやいやいや、まあなんか、どうした、なんか、ちょ、あ、そう、あ、かわいい。いや、多分ビーダルこっからもう一致進化するわ、多分。川や、木の幹や泥のダムでせき止めて住処を作る働き者として知られている。まあ読んでるけど全くね、内容頭に入ってきてないわ、ちょっと衝撃が強すぎて。よろしく。あの武蔵と小次郎の、あの武蔵が使ってたポケモンですね。夜行性のポケモン、明かりに誘われたドッケールが街用樹の食い散らか、最低じゃねえかこいつ。食い散らかすな。